菊も城は、現在の岐阜県大野郡白川村三方崩れ山の下、北木脇にあった日本の城である。内ヶ島市の居城であったが、1586年の天正地震による山崩れで城と城下町がすべて埋没した。菊も城は、当地の武将である内ヶ島市の居城であった。干渉年間の1462年頃、 内ち島しまためにより築城された。天正13年11月29日に天正地震が起き、旧運山の崩壊で埋没。被害は埋没した家300戸以上、圧死者500人以上とされる。当日城内で祝宴が行われており、難を逃れたのは所要のため不在だったわずか4人と言われる。城主の内ち島氏ことわらい地はすべて死に絶えてしまい、この瞬間をもって、 内ヶ島市は滅亡した。また、内ヶ島市の領内に金山があったことから、城崩壊とともに埋まったとされる埋蔵金伝説がある。城のあった正確な位置は現在も特定されていない。ホキワキに菊も城市の石踏みが立っている。この一帯では過去に土砂崩れがあったことは地質調査で判明しているが、石踏みの下に菊茂城が埋まっていると確認されている。 わけではない。現在にかけて、幾度となく埋没した城を位置を特定しようとする試みが行われている。1972年には、郷土市やなどの手により、白川菊雲城発掘保存準備委員会が発足。近隣の神岡鉱山の技術支援を得ることも検討されたが、特定には至らなかった。 1993年に発足した白川郷埋没菊も城調査会は、江戸時代の地市や古地図から、木雲川砂岩のいずれかにあったと推定しており、2027年に試験的な発掘調査を予定している。キワ脇集落は、菊も城城下町の名残ではなく、昭川水系でのダム建設に伴う移転先として、昭和30年代に形成された。 小川近くで採石場を営む建設会社の社長の夢に菊萌上昇が現れたとして、木雲山の崩壊党を望む地に武将を祀る観音像や神社などを建て、地元住民も協力して講演化した。本願寺門主、兼女の側近で当時大阪にいた、宇野もんが記した、貝塚小座書日記には、天章地震での各地の被害情報が記されているが、菊萌城について、 以下の記述がある。他、越中国名石史という資料にも同様の記述がある。ありがとうございます。